はい、16対9の四角の中に切る妖精ですはい、えー、とこれは中西のカップ麺ですね11月141516日の朝食べたカップ麺 <laughs> じゃあ参ります参りますま参ります参りますへりかごめんさい「<laughs> 明星ラーメン山口監修芳醇醤油鶏そば鶏のうまみ広がるキレのある醤油スープに滑らかなノンフライ麺」 人気店らしいですね。高鶏の馬馬の。はい、うん美味しかったですよ。鳥、うん、ね脂の匂いがね最初ねふわっときましたねうんでもねあのね甘みが脂の甘みっていうのがねあまりなかったですねうんまあでも鳥のエキスがすごく感じられまして割と醤油もきつめでしたね <laughs> うん醤油だってましたねうん美味しかったですよで麺はね 細めかな中細か細め。え、で、え、まあ、ツルツルしておりまして、そんな感じの麺でした。まあ、美味しかったんですけど、まあ、美味しかったですね、っていう感じでしたね。鶏、醤油、っていう感じでしたね。うん。すいません。え,ーえ、次え、明星、低糖質麺、ローカーボンヌードル、柔らか蒸し鶏のレモンジンジャース、レモンジンジャースープ。鼻が詰まってるんでね。 <laughs> すみません。糖質50%オフ。レタス約5個分相当の食物繊維。レモンでしたね。ジンジャーでしたね。レモンはね、レモンの香りっていうかね、あの酸味が強かったですね。ジンジャーは効いてましたね。香ってましたし、味もジンジャーでしたね。うん。生姜ね。で、スープ、ベースのスープはね、なんかね、あのシーフードラーメンをすごくあっさりさせたような、そんな感じのースープでしたね。もうなかなか変わってて美味しかった。すごいあっさりしてましたよ。うん。 で、面はね、あのー、すごい軽い。えー、でも、 軽くてね、すごいスナック感があるようで、でもね、割としっかり、な、不思議な面でしたね。これが食物繊維のあれなのか、軽いんですが、割としっかりとも感じられる。まぁ、あ、ちょっとボソッとした感じもあって、でも割と好きです、僕ね、これね。腰があるっていう感じじゃなくて、パスッと切る、歯切れのいい感じ、いい、いい、かなうん。塩分もね、これすごく低めでね。まぁ、あ、これ変わってて良かったですね。面白かったですね。 うん、で次、えー、日清、元祖鶏ガラ、チキンラーメン、チキンのアヒージョ風、食欲そそるガーリックオイルの旨味と香り、熱々、美味しいって書いてありますね。まあまあ基本はね、うん、チキンラーメンですよね。うん、ですが、このガーリックオイルっていうのがね、ガーリックはそこまで強くはないですね。ほんのりと、まあ割と効いてるの間ぐらい。 ちょっと伝わりづらいですか、うん、ですがこれオリーブオイルの香り、うん、香料でつけてんのかどうか分かりませんが本当に実際にオリーブオイルなのかどうかは分かりませんがオリーブオイル風の香りがねすごくしてねこれは良かったですね、うん、それとそのチキンラーメンのスープと相まって、えー、美味しかったですよ、うん、で、えー、チキンの具が具がねチキンが結構入ってた卵卵 うん、なな、くていいのかな卵割と好きなんですね。チキンラーメンのね、あの、ふわふわ卵。あれ欲しかったな。うん。まあまあまあ。うん、でも、面白かった。美味しかったです。これ。うん。う短くなっちゃって。まあまあまあ。まあまあまあ。い <laughs> 短っ。今回短っ。鶏そば以外変わったね、二品でお、なかなか面白かったですね。レモンジンジャーがすごく変わってましたが。 このオリーブオイルの香りも良かったですねあのすごいインパクトのあるもんではないですがうんなんかしみじみおいしいなって思えるような感じられるようなラーメンでしたねじゃあまあ参りますか今週のグランプリうん今週のグランプリ風邪気味でね喉がすごい辛いですねチキンラーメンはチキンのアヒージョ風かなあのオリーブオイルの香りがなんか良かったですね僕ねえっと,、ねえー、と3品ずつにね しますんで体を考えましてお昼はねあの自分でお弁当をねなるべくね詰めてねあお弁当の画像ちょっとパパパッと入れときましょうか画像ね摂写してるのもありますかねパパパッと入れときましょうかそんなにパパパッとはしませんが認識できるぐらいのおおあこの弁当おっこの弁当っていうぐらいでこうね写真写真ですかね入れときましょううんお弁当いいっすよカップ麺もいいんですけどねお弁当いいっすね自分で詰めていくとね ああれれねねねご飯ね入れて、ね、あのすぐ蓋しない方がいい方がですよしばらくねほっといてねあのだからこう蓋しちゃうとねこう結露しちゃってね蓋でこうその結露したやつが下に回ってねご飯の下の部分が割とぐじゃぐじゃとなっちゃう。 ね、美味しくないんですよね割と硬くなっちゃうんですがご飯がねしっかり冷ましてから蓋するとまあまあご存知のか、うん、こんなこと言わなくてもまあ常識なのかもしれませんがすみませんこれからお弁当を詰めていこうかなっていう方への情報ですはいおにぎりもそうですよラップでね最近はねこう握っちゃうと思うんですけど握ると思うんですけど、えー、いっぺん握ってねラップいっぺんこう開いて皿の上に置いて冷ましてからちゃんとまたラップして持っていくのがいいですね じゃあ、なんかやっぱね、ぐじゅっとして、なんか美味しくないですね。冷ましてからするとね。しまってう、うまみもギュッとした感じになりますね。うん、おにぎりもね。うん。ぐでとなっちゃいますからね。ラップしたまま。あもうにぎ,にぎり終わった。で、このまま持っていっちゃうとね。すみません、お弁当の話、カップ麺でし、しちゃいまして。はい。すみません。まちことで。まじまじじゃ、マーチャ